こんにちは、永田です。今回はこんな状態からのスタートですみません。 Get Ready With Me をやっていこうと思います。シャワーを浴びてスキンケアを終わらせた状態なのでメイクをしていこうと思います。よし、じゃあ資生堂のホワイトルーセントオールデイブライトナー、これは日焼け止め乳液。はい、そうしたらポール&ジョープロテクティングファンデーションプライマー S02 番です。私の大好きな資生堂シンクロスキングロークッションコンパクトのオークル20を使います。はい、そしたらメイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダーを使います。ちょっとつけて蓋で余分な粉を落としてファサーっとのせていきます。パウダーをはたいたらエテュセのオイルブロックベースを鼻の頭にちょこちょこと塗っていきます。マットでサラッサラになりました。メイクアップフォーエバーフィスト&ミックス、フィスト&ミックスを使っていきます。これで乾かします。そしたらメイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダーをもう一度ちょこっとだけ顔全体にはたきます。そうするとめちゃくちゃ崩れにくくなったので試してみてください。はい、そしたらシェーディングセザンヌミックスカラーチーク20番を使います。ここのカラーをノーズシャドウとして入れていきます。そしたら眉毛インテグレートのビューティーガイドアイブロウ BR771 番、眉毛の足りない部分を描き足していきます。はい、そしたら描き足してもはげてる部分をデジャビューのパウダーペンシルアイブロウステイナチュラのナチュラルブラウンを使います。で、反対側のスクリューブラシでちょっとなじませます。たらケイトのヴィンテージモードアイズ BR1 番を使います。このね、一番明るいカラーを指にとってアイホール全体になじませていきます。そしたらここのカラーをまたアイホール全体に伸ばしていきます。はい、こんな感じ。そしたらこのオレンジ色のカラーを二重幅にのせていきます。はい、そしたらデジャビのラスティファインクリームペンシルアイライナーのブラックで粘膜を埋めていきます。いつも通りモテライナーのブラウンでアイラインを引いていきます。ケイトのラッシュフォーマーウォータープルーフのボリュームタイプを使ってまつげ塗っていきます。すっごいボリューム、なんかすっごいボリュームなんですけど、私の塗り方が下手くそなのかめちゃくちゃダマになりやすい。コームで溶かします。こんな感じ。ちょっと下まつげ今抜けまくってるので少ないんですけど、あーなんかやっぱちょっとダマっぽくなってる。左右の差はこんな感じです。アディクションザブラッシュの025番を使います。結構のんびりやってたら時間がやばいので急いでいきます。で、次ハイライト、ハイライトはビセアバンパーフェクトフィニッシュグロウ、これを細めの筆にとって鼻筋とこの目頭部分にアイシャドウとつながるように
のせて指でなじませます。で次はリップです。リップはこちらシュウエムラの渡辺直美さんコラボのルージュアンリミテッドシュプリームマット MOR584 番を使います。完成です。メイクは完成したので髪の毛をセットしていこうと思います。はい、では霧吹きで水をかけこの今の状態やばいな。あとこれは入れ物はジョンマスターなんですけど中はただの水です。で根元をめっちゃ濡らしたら左右に振って癖を直していきます。はい、だいたいこんな感じで、これで癖直せたらユイルレアノールグレイ、私のお気に入りのヘアオイルですね、これを手に出して手の指の間とかにもしっかりオイルをなじませて髪全体にのせていきます。この辺は私このねギリギリ耳にかかるかかからないぐらいの毛がすごい出てきちゃうのでこの辺はしっかり、この襟足ら辺もしっかりで、前髪はつけすぎるとぺちゃんってなっちゃうので適度に、でもほんと適当です。適当すぎて参考にならないかも。でも乾かしたりするのも面倒なので最近はもう濡れたまんまつけてます。で自然乾燥させちゃってます。はい、適当になじませて完成です。はい、じゃあアクセサリーなんですけど、指輪はほぼいつもと一緒です。これとこれとこれ2つつけてるんですけど、このデザイン以外のフランク&イージーっていうアクセサリーショップで買いました。これは下北と代官山に2店舗あるシルバーアクセサリーとかを扱ってるアクセサリー屋さんで、細いこういうピンキーリングとかは割と3000円ぐらいで、シルバーだけど3000円ぐらいで買えるリーズナブルなお店です。でこれはフィリップ・オーディヴェールの指輪です。でピアスは古着屋さんで買ったピアスです。やっぱりちょっと急がないと。今日の洋服なんですけど、やっぱり服を買いました。これはアンビデックスのファミセで買った、なんかちょっとシワシワ加工のされててここが開いてる微妙なビッグティーに、この間紹介したふみか内田のデニムレインボーサンダルを履いて、いつものねこのヒロフのミニバッグを持っていこうと思います。ちょっとそこまでっていう感じなので、しっかりお出かけってわけじゃないからかなりラフな感じではあるんですが、今日はこんな感じでいこうと思います。こんな感じ。はいはい、こんな感じです。ちょっとねラフな格好にしてはメイクがだいぶ濃いかなっていう感じもするんですが、今日はこんな感じで行ってこようと思います。はい、では今回も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、 Twitter、 Instagram のフォローもお待ちしております。永田でした。